ちは、マーミンです。今回はですね、 JR 本千葉駅から歩いて4分のお店を紹介します。実は私、先日専門学校を卒業しました。その在学中に一番多く通ったお店を今日は紹介させていただきたいと思います。本千葉駅を背にまっすぐ歩いたら、右に曲がってまっすぐ歩くとお店に到着します。青い建物が目印です。こちらがオタクが作るラーメンは異世界でも通用するらしい、通称オタ伊勢さんです。今日は濃厚煮干しをいただいてみたいと思います。店内のモニターでは常にアニメが流れていて、券売機の上にはフィギュアがたくさんありました。一体どんな人が店主さんなんだろう、そう思った方も多いと思います。こちらが店主の小山さんです。常連さんからはギルマスと呼ばれています。一見こわもてなイメージですが、話してみるととっても優しい方です。俺のブルブル震えてる腹取れちゃってない？大丈夫ドロドロ濃厚煮干しスープを麺にたっぷり絡ませたら、刻み玉ねぎとメンマを乗せていきます。そして最後はこの黒い岩海苔をたっぷりかけて出来上がりです。こちらが濃厚煮干しもうええわです。店主さんは千葉県一映えないラーメンかもと言ってました。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。ここでマーミンメン TV 初、店主さんに隣に座ってもらう企画。最初これ混ぜちゃって、ね、混ぜちゃってください。ベースとなるのはじっくり丸一日かけて炊き込んだ鶏白湯スープ。そこに大量の煮干しを投入してプラスで8時間炊き込んでいるそうです。ドロッドロなので麺にこれでもかってぐらいに絡みます。いただきます。恥ずかしい。うん、うまい。なかなかね、こうやって人が食べてると、こんな近くにいるんですよね。そうですね。あ、今日ご飯あります？あります、大丈夫です。やった。大丈夫です。企画終了。笑ってしまって食レポができないので、ここからはいつも通りお送りします。プニプニもっちもちな中太麺、噛めば噛むほど小麦本来の甘みや味の深みを感じられます。厨房からこっちを見つめていました。いやー、めっちゃ濃厚な煮干し、とっても美味しくて幸せな気持ちになります。麺にたっぷりと絡むチャーシューと玉ねぎ、シャキシャキの食感がたまりません。こちらは長い穂先メンマ、びっくりしました。柔らかいのにしっかりとした歯ごたえがあって、とっても美味しいです。麺を全部食べ終わったら、ここでご飯くださいとギルマスにお願いすると、一口サイズのご飯レンゲ飯をいただきました。こちらのサービスはマーミンメン TV を見てくださった方限定になります。
濃厚煮干しをご注文の際はぜひ食べてみてください。ご飯と合わせることによって刻みチャーシューや玉ねぎの食感をダイレクトに感じることができます。岩海苔の風味も合わさってまさにうまーみんでした。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。いや、残り干しとても美味しかったです。はい、皆さんもぜひお店に来てみてください。今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。